コスコスプレプレは、フジテレビワンで放送されている、コスプレ情報番組。番組 MC は、剣道小林氏が務める。世界初と銘打った、コスプレ専門番組として誕生。コスプレ情報誌、コスモドと、コスプレ総合サイト、キュアー、コスプレ .com の協力、監修のもと、スタジオに、現役声優、コスプレイヤーらを講師に迎えて、 コスプレに関する情報や、レポートテクニックのオハウを発信する企画を主体としていた。その後、レギュラー放送は2010年2月で終了。以降は、イベントリポートや作品とコラボするなどのロケーションを中心とした、年に2から3本の特番に移行している。不定期特番ながら、フジテレビワンツーネクスト公式ホームページの番組別アクセスランキングでは、 上位にランクインする人気番組でもある。フジテレビ地上波では2009年1月10日と9月19日にダイジェスト版が初めて放送され、毎年恒例のフジテレビサマーイベント、ワンピーススペシャルなどが不定期に放送されていた。内はゲストが出演時に行ったコスプレ。 2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、過去2回、アイドリング。とのコラボレーション番組が、BS スカッパー。にて放送された。アイドリング。選抜メンバーと現地の様子2021年3月時点。ありがとうございます。